どうも、経由ポニーで監督している野崎昌司です。僕はこれまで小中高大学生延べ2000人ほどに指導してきました。また現在は経由ポニーというポニーリーグの野球チームで監督をしています。さて、今日のテーマは子供が、離れていくタイミングということについて話をしていきたいと思います。ですね、今真っ当な日本人の育て方という本を、読んでいまして、でその中の一つとして、子供が、離れていくタイミングということが書いてあったので、あ、これ、まあ、一つの参考例になるかなということで、お話をさせていただきたいと思います。まあ、その前にですね、僕自身は、子供ですね、大きな小学校中学生になる子供っていうのがいないので、これを言う時に、何を偉そうなことを言ってんだって言われると思うんで、今回は、本の内容を一部、引っ張ってきているっていうことと、あとは、これまで、いろんな子供、お子さんをですね、育ててきたというか、関わってきた経験から、話をしているっていうことだけお知り置きいただけたらなというふうに思っていて、ということで今日の話をしていきたいと思います。で、この本の中にあったのはですね、父親と母親と、子供の関係とかっていうことが書いてあって、でその一つに母と、お母さんと、子供の、関係ですねについて書いてあるんですけども、お母さんっていう存在は、子供にとってはすごく大きな存在だと思うんですよね。で、優しい心であったりとか、いろんな叱ってくれたりしたこととか、でも最終的にはやっぱりお母さんのとこに戻ってくるっていうとこが子供の中にはあって、その安心感の中で育てられてきていると思うんですよね。で、その安心感があるからこそ、子供がやっぱり大きく成長していってて、夜ご飯を作ってくれたりとか、あるいはいろんな生活環境を整えてくれたりとか、あるいは、洗濯をしてくれたりとか、畳んでくれたりとかって、いろいろあると思うんですけれども、どれくらいのタイミングで、だんだん、お子さんと、お母さんが離れて徐々にね、距離を離していけばいいのかなっていう年齢の、一つの基準がですね、この本には書いてあってですね、その年齢っていうのがだいたい12歳前後っていうふうに書かれています。で、この本の内容に書いてあるのはですね、例えばこの人は、小児科医なのかな。で、子供が診察に来た時に、12歳くらいまでの子供っていうのはやっぱり お母さんの顔色を伺うと、喉が痛いのって言った時に、先生に対してはいとかいいえっていうのではなくて、母親の顔を伺ってお母さんがうんっていいなみたいな感じで、それで、同意を得て安心感を得て先生にうん、じゃあどのあたりが痛いんですかみたいな感じをやるみたいですね。で、それが小学校の6年生高学年ぐらいまで続いて、お母さんとかの同意がやっぱり必要と、安心感が必要なので、そのあたりぐらいまでは必要なんですけれども、それ以降ですね、これまで、お母さんの心に包まれていた、お子さんがですね、だんだんと、自分の世界に飛び込んでいくっていうのが12歳前後になってくるそうです。で、そこからですね、例えば、これまでは先生とか、親、両親の言うことを聞いていたのが、だんだん友達の意見がやっぱ強くなってきて、そっち側をフォローしていくっていうことですよね。身近な存在が大人ではなくて、もう同年代の子供っていうか友達になっていくので、この辺りから子離れっていうのが始まってくるんじゃないかなと思っていて、そこでいかに、子供の気持ちを考えて、離れていくかっていうかね、気持ちの面で大人に成長させていくのかっていうことが、一つの基準だというふうにこの本には書いてあります。で、いろんな、強いお母さんを僕自身も見てきて、でやっぱりなんていうんですかね、やっぱりすごい可愛いお子さんを
厳しく育てるっていうのはとても、難しいことだと思うんですよね。毎日同じ家の中で生活していて毎日、顔を合わせるわけですから当然、まあ、反抗もされたりとかいろいろ難しい面もあるかとは思うんですけども、そこで、いかに大人にしていくかっていうことが、大事なポイントかなというふうに思っていて、僕自身も野球チームで指導していてやっぱり自分が、家あのグラウンドで会うのはですね、たった3時間、1日3時間でそれが3日なので9時間ぐらいしかないんですよね。でそうするとお子さんが育っていくのにとても重要なのが、ご家族の、存在で、でそこでの、まあ、ご指導というか、関わり方がすごく重要かなというふうに思っていて、でそこでできないことが、僕らには任されているのかなと。家庭ではどうしても言い切れないこととかできないことをこの第三者の監督とかコーチっていうのが指導していくのかなというふうに思っていて、そのあたりはまあお任せくださいっていうことで僕自身も考えておりますし、そういった気持ちで指導しているんですけども、やっぱりあのご自宅でですね、中学校ぐらいから徐々にこう精神的な部分で距離を取っていって、大きな大人に育てていくことがすごく大事かなというふうに思っています。で、まあ、一つの、まあ、参考例として僕自身は前田健太選手っていうのが結構好きで、なんで好きかっていうと強気なピッチングで、で、まあ、すごいいい球を振ってですねいいピッチングをするんですけども、彼っていうのはすっごく負けん気が強いなあと僕自身は思っていて、まあ、直接お会いしたことはないんですけども、中学校の、ボーイズの準決勝で全国の準決勝で前田健太選手のいるチームと対戦したことがあって、足にね、足を踏まれたんですよね、ファーストベースカバーで。でその時にすごい痛そうな顔してるのに7回まで投げ切る精神力を持っていたりとか、その足を踏まれた次の打席でランナー出てその次の球でいきなり盗塁したりとか、もうそういう風なもう俺は行くんだと勝つんだみたいなすごい精神的な強さを、僕自身はファーストで守ってて、感じた選手で、前田健太選手の、本ですね、なんていうんですかああいう一郎物語みたいな前田健太物語みたいな本に書いてあった一部の中に、お母さんと前田健太選手の関わり方ですかねっていうのが書いてあって、彼は大阪出身なんですけども大阪で、まあ、海沿いの町で、まあ、結構多分やんちゃなところは出身だと思うんですけども、そこである時喧嘩をして帰ってきたと。でそうするとお母さんに聞かれたのがお前勝ったんかつって喧嘩に勝ったんか喧嘩に勝ってないならお前もうやり返してこいみたいな感じの教育をされていたそうなんですよね。でこれはいいか悪いかとかっていう話ではなくて、そういうふうにもう子供を強くさせないといけないみたいな気持ちをこの、前田健太物語を読んで感じて、あこういう強いお母さんが彼の後ろにはいたんだなというふうに感じています。で、僕自身はまあ、母親にどんな指導を受けたかなっていうことなんですけども、まあ、厳しく怒られたっていうことはなかったんですけども、小学校2年生の時に野球を始めたいって言った時にですね、まあ、怖いコーチがいたんですよね。でその怖いコーチがいるからやっぱり行かねえっつって、で小学校4年生からもう一回始めるって言った時に、あんた小学校4年生から始めようが今始めようが一緒やっつって、やるんやったら今からやり、小学校4年からやるんやったらもうお母さんはさせへんからなっ って、あともう一つが一度やるって決めたんやったらちゃんと6年生までやり続けやって言われたんですよね。まあそれぐらいのことは厳しく言われたかなと思うんですけど、それ以外は特に何かこう言われたかなっていう経験はあんまりないんですけども、そういった風にですね、僕自身にも母親に言われてありがたかった言葉もありますし、そうやって突き放されて良かったなって思うこともありますし、この前田健太選手の話にもそうですし、今いろんなお子さんの性格とお母さんの性格があると思うんですけども、それぞれご家族に合った接し方があると思っていて、まあ、その一つにどこのタイミングで、まあ、子離れ
お子さんと少しずつ距離を取っていけばいいのかなっていうタイミングが、まあ、この本にちょっとヒントがあったのかなと思ってご紹介をさせていただきました。真っ当な日本人の育て方ですね。でこれ概要欄に一応 Amazon のリンクを載っけておきますので、もしよかったら、読んでいただけたらなというふうに思っています。はい、ということで、今日のテーマは、子供が離れていくタイミングということについて話をさせていただきました。また質問や、意見などコメントいただけたら嬉しいです。それでは素敵な一日をお過ごしください。野崎翔司でした。